好接き我们看第三个例题彼の話を聞けば聞くほど分からなくなりました彼の話、他說的话聞けば聞くほど好越听越怎么样呢 わからなくなりました。わからない叫做不懂。わからなくなりました。变成不懂的这一个状态表示他说的话越来越不了解的意思越听越听不懂。他说的话越听越不了解。请看日記老师念过一遍彼の話を聞けば聞くほどわからなくなりました。彼の話を聞けば聞くほどわからなくなりました。 彼の話を聞けば聞くほどわからなくなりました。彼の話を聞聞けばくくほどわからなくなりました彼の話を聞けば聞くほどわからなくなりました。接下來我們看第四個例題アイディアは多ければ多いほどいいと思う。アイディアは点字。多ければ多いほど、越多越、越 いい。好。越多越好。我觉得点字越多越好。请汉字子教师念过一遍。アイデアは多ければ多いほどいいと思う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 。は 多ければ多いほどいいと思う。好接下この5つのテーマでこの小説は読めば読むこの好きになるこの小説这一本小マ読めば読むほどテ读越好きになるつのテーマです。この5つの

公司离这个公司，近的话，越近越いい好。多摩啊，一考虑到上下班的时间、通勤的时间，就觉得公司离家,离家越近越好。请看这教师念过一遍。通勤時間を考えると、うちは会社に近ければ近いほどいいと思う。 通勤時間を考えると、うちは会社に近ければ近いほどいいと思う。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  好，接下来我们看到的是第七个例题。就職試験のことは。考えれば考えるほど心配になってくる。就職試験。就是这个就业的考试。課題是事情，表示这个就业考试的这个事情。考えれば考えるほど。 越想啊，kan ga l 可以啊、呃，翻译成想或者是考虑。那这边是想，我越想就会越怎么样呢？心 by 担心，心 by。